どうも、ほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。今回はレイヤーハートの書き方について触れていこうと思います。まずレイヤーハートの書き方の考えですが、書き方としては普通のハートにただ振るだけっていう感じで間違いないかなと思います。レイヤーハートだからといって勢いを強くしすぎたり逆に弱くしすぎたりするのではなく、そのままで振っていくっていう感じで正しいかと思います。まずポイント一つ目ですが、たくさん振らないっていうことがまず第一に条件となります。振れば振るほどアートっていうのは非常に書きにくくなってきます。また振れば振るほどずれやすかったりカップの中央を捉えにくくなってきますので、シンメトリーで書くっていうのも不可能になってきますので、たくさん振らずできるだけゆったり振るようにしてください。次にですが、注ぐ勢いを弱めないことが重要なポイントになります。私のようにアートの書き出しは弱いかもしれませんが、そこから一気に加速して強いまま最後まで書き切るっていうことが大事になってきます。やはりレイヤーハートなどになりますと、カップ内の対流っていうのが重要なポイントになってきます。この対流をいかに消さずにして最後まで書くかが重要なポイントになってきます。そして最後に、アートを書き切った中央で止まらないっていうことです。アートを書き切ってしまったら、その場からすぐにピッチャーを水面から離して、逆に中央を少し吸い込ませるぐらいの感覚が良いかと思います。で、そのアートをゆっくり切りながらカップを、水面なみなみまで持っていくっていうのがちょうどいいかと思います。まとめますと、ある程度の勢いのまま書いて、ハートを書く感覚のまま振って、最後止まらずにそのままアートを切るっていう感じですね。ぜひ一度試してみてください。それではこの3点を踏まえてレイヤーハートをご覧ください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。レイヤーハートはアートの中で私は一番難しいと思っていますが、ぜひ挑戦してみてください。これが書けるとなんか自信にもなりますし、なんかこう振るっていう感覚も身につくかと思いますので、失敗を恐れず挑戦してみてください。当店舗では1対1のラテアート教室を行っております。レイヤーハートだけではなく、リーフなどこういったピッチャーを振る系のアートに関してはフォームミルクが本当に本当に重要になってきます。フォームミルクは結構ないがしろにされ、アートを書く方に専念されますが、フォームミルクがあってこそのアートになります。さらに言えばエスプレッソのクレマがあってこそのアートでもありますので、一緒にこの1対1のラテアート教室で基礎をがっちりと固めてアートを挑戦していけたらなと思います。ぜひ一度ご参加ください。お待ちしております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。